はい、アイランドクトリーのルカポトでございます。忍びストライカー、本日は先日追加されました攻めの形小キャラクターサルトビコノハマルを使っていきたいと思いますので、術を一つずつ見ていきましょう。まず一つ目、カトン排斥症です。クールタイム18秒、口から高熱の灰を吐き出す術。灰は煙状に持続し、触れた対象をひるませ視覚を妨害する。追加入力かカトン系による引火で爆発を起こし、巻き込まれた対象は炎症状態になり継続ダメージを受け続けるとなっております。アスマ先生が使ってた術ですね。そしてもう一つ目がカトン炎流せです。上空に分身を飛び上がらせ炎弾を連発させる術。炎弾が当たった対象はダメージを受ける。また自身に対するロックオンを分身に移し分身を中止させるとなっております。代わり身の多重影分身みたいな感じでロックを移しつつ、このねカトンを浴びせるみたいな感じでめちゃくちゃやってたというか、出会った印象で言うと結構ダメージも入ってたようにも思うし、続いてたかな、長続きというか持続長かったかなといった感じですかね。で、固有変わり身がなくて奥義が口寄せエンラですね。口寄せしたエンラを周囲の敵にまとわせる術。対象は継続ダメージ行動速度減少、変わり身負荷の効果を受ける。追加入力で混合封印炎陽封殺が発動。当たった対象を戦闘不能にし復活時間を延長する。まだこれ見てないのでどういう挙動するか分かりませんが、サルトビー、あれ3代目捕獲の名前忘れちゃったな。まあ3代目のおじっちゃんがね、あれでもエンマか、子供に当たるのかな。ちょっとボルトをね私見ていないのでそこら辺詳しく分かりませんが、まあ、そこら辺のつながりがある奥義なのかなというふうに思っております。なんかこうサルトビ一族のね集大成というか受け継がれているんだなということをね感じつつ、サルトビコノハマル使っていきましょう。よろしくお願いします。はい、やってきました激破戦。長く練習場の終わらせてやる3人の線が構えてる。いい部活に行くぞこれ。こっちは2人だ。というわけで激破戦ですね、やっていきましょう。あーでも楽しみだな。戦闘開始。ちゃんとこのチャクラ闘争してもいいですね。どこが戦場になるかな。長長瀬、あーこういう風に引火できるといいね。だいぶ使いやすそうな感じしますね。で巻き物が取られていい。痛い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 。なかなか攻めの方でも面白い術出ましたね。ここがまずわかんねえそして流せ、やばいやっちゃった。触れるとダメだねやっぱね。排斥症先生の技だ。誰か抜けている。アタコ戦排斥症の方がクールタイム短いの違うと思うんだよ。あ、言ってこれやるんだ。結構たまりにくいね、もしかしたら。だいぶ俺がやられてるっていうのと攻撃できてないっていうのはあるかもしれないが、あまり見なかったもん、ここが原因な可能性あるかもしれないな。いや、ロックオンがあっちに映っちゃうのなかなか厄介。排斥症、おいな、なくなった排斥症。あれかな、この中で隠蔽しちゃったかな。カトン系で隠蔽とかそういうギリギリですよね。いやー、やばい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 。なかなかセーフ。
ション。あーっと、危ねえ、死ねえ、死んだーだいやー、術は強いだろうけど、いいとこが全くなかったな、俺自身の。いやでも面白いですね、忍術、いい感じですね。それじゃあもう一ゲームやっていきましょう。はい、やってきました、2戦目、撃破戦。愚かなる者よ、現実の前に沈め。9ステージですね。内派の力見せてやるよ。ヤシが2枚はなかなか熱いですよ。排斥書を近くで打ちすぎるとどこかに行ってしまうというか、あまりちゃんとヒットしないので、まあ、打ちどころ考えつつ、船流せは雑に打っても強いと思っています。こんな感じでやっていきましょう。あ、できくれば向いてくれる。それはでかい。はい、敵勝負いこう。なんかやっぱちょっと思ったんと違うな。で、はい、敵勝負インコン。近くにいねえと行くしね。おならがせここだ、ワイセクション。いいか、いいか、近くにいないとできない。いいか、よし。おならがせナイスベフ。誰か抜けている。アイセクション。ダブ。こんなもん。あ、螺旋丸組み込むのいいな、大切。ね、ラダムセイ。アイセクション。で、アイセクションの中に隠れインカ。これはでかい。こういう使い方できたらでかい。なるほど。ちょっと理解とか深まったけど、俺らのチームが抜けているらしい。どうやら。理解度は深まるが負けている。ちょっと髪が足りないのかな。なんかね。ワイセクション。いいか。ああ、危ない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 。いやー、巻物レースでどんどん負ける。いやー、ナイス。よしよしよし。ああ、まずい、これ、自分にいないの、まずい。地面にいないとって言ったのに。崖あるステージ1、イザナミ下手すれば一撃必殺なのマジやべえよな。まずい、落とせてない。ようやくナイス。うおー、2枚でかい。大きく使ったかな。すいません、しっかりします。まだセーフ。アイゼキショー、アイゼキショーいかできない。いけ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 。なーにー、どわー、まずい。まずい、一人だ。奥義使えなかったな。ちょっとこれは裏で回しておきたいなと思います。ジャス自体は強いと思うんですが、まだ私の使い方が良くないのかなといった感じでしょうかね。組み合わせれば全然いい感じに動けそうな術が多いと思うので、まあ、今後は組み合わせて使っていきたいなと
思います。それじゃあ本日の動画は以上で終了です。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。君を封じた。